今回のふるさと田んぼ歩き人では坂出市府中町周辺で崇徳上皇ゆかりの地を巡ります。最初にご紹介するのは坂出市府中町にある菊塚です。崇徳上皇が雲井御所で過ごされていた時に綾野坪根との間に巫女と姫巫女が誕生しましたが、上皇はこの巫女を秋末と名付けられ、菊の紋をつけて綾野坪根の父綾野高遠に賜り、綾家の跡継ぎにされたと伝えられています。この巫女の墓は府中町鼓ヶ丘の北にあり、菊塚の名称で呼ばれています。菊塚から3分ほど歩くと見えてくるのが鼓ヶ丘神社です。鼓ヶ丘神社は崇徳上皇が御所とされた好丸殿があった場所であり、崩御の後小さな祠を建てて祀られたものです。鼓ヶ丘という名前は丘の頂上あたりで地面を叩くとコツコツという鼓のような音がしたからだと言われています。地元の人にも馴染みの深い鴨川の地名は、小森御所にある3年の間、上皇は京都が恋しくて仕方がありませんでした。そこで前を流れる綾川を、京都の川の名を取って鴨川と呼んだそうです。それが地名として今日まで残っているという説があります。西山、東山という地名も崇徳上皇がつけたとされています。続いてご紹介するのは、鼓ヶ丘神社の境内にあります、ホトトギス塚についてです。雲井御所から鼓ヶ丘の好丸殿に移られた崇徳上皇は、訪れる人もない寂しい日々を好丸殿で過ごされました。鼓ヶ丘神社の石段の右手には、小さな五輪塔が2つほどあります。これは上皇が鼓ヶ丘で過ごされていた頃、ある日、ホトトギスの声を聞かれて都を深く思い出され、泣けば聞く、聞けば都の恋しさに、この里杉を山ホトトギスとお嫁になられたところ、これを聞いたホトトギスは、自らさえずるのをやめたという言い伝えによるものです。その後も、鼓ヶ丘の周辺では、ホトトギスが泣かなくなったと言われ、昔はこの地を鳴かずの里と呼んだと言われています。続いてご紹介するのは坂出市府中町にある義古堂をご紹介します。義古堂は保元3年頃、崇徳上皇は雲井御所から府中の鼓ヶ丘の好丸殿に移られました。この丸殿とは木の丸太で作った御所といった意味合いで、御所としては粗末な作りではなかったかと考えられています。大正2年に崇徳上皇の750年祭に合わせて、鼓ヶ丘神社の石段を登った右手に記念建造物が建設されました。かつてのこの丸殿を忍ぶといったことから義古堂と呼ばれ、屋根など古風な作りの外観から少しでも当時を思い浮かべることができるように作られています。普段見慣れた風景の中にも様々な歴史があることに気づかされますね。最後にご紹介するのは坂出市府中町にある大理泉をご紹介します。近代の大干ばつにも枯れなかったという霊泉で、崇徳上皇がこの丸殿に住んでいた際、飲料用の井戸として使われたと伝えられています。地元の人はこの水を汲めば目が見えなくなると言って大切にしていたそうです。今回ご紹介したスポットのおさらいです。鼓ヶ丘神社についてです。
木山の東のふもとにあり、予山線讃岐府中駅の北西約700メートルのところにあります。その他に今回ご紹介した技巧堂や菊塚も歩いて5、6分のところにあります。駐車場がない場所もありますので、お寄りの際はご注意ください。それでは今回のふるさと田んぼ歩き人、いかがでしたか。今回は坂出市府中町周辺をご紹介しました。昔の写真や動画、そして懐かしいエピソードなどありましたら FM さんまでご連絡ください。番組内で紹介したいと思います。それでは次回も坂出市宇多津町内のどこかの町を紹介します。お楽しみに。